結構やるやないか、兄ちゃん。あんたもな。だが、まだ勝負はついてない。なんなら続きをやってもいいんだぜ。ふん、やめややめや。今日はどうも調子が出えへん。仕切り直しや。ほんな。いろいろ無礼をしてしもたな。うちの狂犬が。いや、構わない。だができれば最後まで手合わせ願いたいところだった。奴の剣は俺の力で押す剣とちゃう。速さで圧倒するもんや。宗司の離心流はどうやった？まだじっくり見せてもらったわけじゃない。だが可能性はあるな。何の話？いや、俺が勝つ可能性もあったなという話だ。そりゃどうやろな。ん？宗司の本気はあんなもんちゃう。本気やったら今頃あんたの首に穴が開いとるはずや。カモさんのようにな。カモさん？前にもう一人の局長やった芹沢さんのこっち。芹沢かもか。確か身内に八つ裂きにされたとか。それじゃあ沖田がその芹沢を切ったってことか。さあお前は知らんでもよいことや。俺もつまらんこと言うたわ。とにかく沖田総司は新選組の一番隊の頭を任される男や。その男にあんたはどうも気に入られたらしい。ふん、喜んでいいのか？いや、あいつは腕の立つ男と見ると仲間だろうがその地で自分の羽織を染めたがる。あんたもせいぜい気ぃつけるんやな。沖田総司か。
あんたこの後副長と椿楼で会う約束やったな。ああ。椿楼は市場通りを東に行った祇園の中にあるわ。ほな、また。なってますよ。こんにちは。自慢の絵師が揃えてます。どうぞお立ち寄りください。いらっしゃいませ。やるよ。よし、くっ、
何いたします。また今度。いらっしゃいませ。おおきに。ほんならまた。
ああ いらっしゃいませ。ありがとうございました。ありがとうございました。何？はい。いや。ああ。
いらっしゃいませ。いい味だ。おいでやす、アンナドス。今日はよろしくお願いします。ああ、よろしくな。いろいろお話聞きたいな。いきなりだな。そういうのはあまり得意じゃないんだが。そうだな、どうだ、ひどい話だろ。お客さん面白い。そうか。ええ、とても。今日はお疲れじゃないですか。まあ、ぼちぼちだ。無理はしないでくださいね。お体とお命が一番大事ですよ。ああ、分かっている。そうだ、お酒でも飲みましょう。お客さん、今日はどれくらい飲まれます？ひとまず軽くでいい。わかりました、準備します。うまいな、まだまだいけそうだ。いかがです、飲み比べでも。ほう、面白い。負けて酔っ払っても知らないぞ。望むところです。いただくとしよう。頭がクラクラする。
今日はこれで帰るか。今日は大きに、また来てくださいね。
あ？いや、また来てくれたんですね。嬉しい。元気にされてました？かなり調子がいいな。そうですか。なら今日もいっぱい楽しめますね。ああ、そうだな。そうだ、お酒でも飲みましょう。お客さん、今日はどれくらい飲まれます？今日はとことん飲ませてもらおう。わかりました。準備します。うまいな。まだまだいけそうだ。そうだ。どうです？また飲み比べでも。お前も好きだな。手加減はしないぞ。望むところです。いただくとしよう。いい飲みっぷり。無理はするなよ。いただきます。おいしいお酒でした。やるな。さあ、お客さんの番ですよ。いただくとしよう。酔ってきたかも。まだ行けますよ。やるな。さあ、お客さんの番ですよ。酔ってきたか。
うわ。くそ、頭がクラクラする。今日はこれで帰るか。今日は大きに、また来てくださいね。どうもお気に。ええ。ようこそいらっしゃいました、斉藤さん。随分な歓迎だな。俺の席がないようだが。ご心配なく。席は別の部屋に用意してあります。この座敷は今から血で汚れることになりますから。天然理神流にご興味がおありのようで。ああ、だがただの好奇心だ。気にしないでくれ。理神流は江戸市営館のみに伝わる田舎流派、北新一刀流、新道無念流といった主流派とは違い、知っている者も少ないはず。何の真似だ。この男も沖田や長倉と同じ天然理神流の優秀な使い手です。今からこの男と殺し合っていただきたい。
なんだと。新選組の任務の大半は殺しです。その際、義理や情に流されて斬ることをためらえば、自分が相手に斬り殺されてしまう。私はあなたの心の弱さが心配なのです。だから真剣な殺し合いをして試させてもらいたい。たったそれだけのために殺し合いというのか。ええ、たったそれだけのことが重要なのです。新選組に入るためには、ね、斉藤さん、この男に殺しへの躊躇はありません。あなたもそのおつもりで。やむを得ないようだな。ええ、どちらかが死ぬまで立ち会っていただきます。では、始め。Huh?
勝負はついた。こいつは死んだも同然だ。言ったじゃないですか、どちらかが死ぬまで終わらないと。だがご安心ください、この男どちらにしても死ぬ予定だったんです。先日組から脱走を図りましてね、ハットにより処刑することになっていたんですよ。なんだと。ですがただ殺すよりあなたを試す道具に使えると思いましてね。彼も天然理心流の使い手でしたから。誰なんだその男は。総長兼三番隊隊長山並圭介。私にとっても市営官道場以来の友人です。彼にはもしあなたを殺すことができれば命だけは助けてやると言ってありましてね。ですからあなたは命がけで戦った山並みに勝ったということになります。そうやって俺を試した目的は何だ。いや実はあなたに折り入って引き受けてもらいたい仕事がありましてね。何なんだそれは。この山並みの穴、三番隊の隊長を引き受けてもらいたい。俺に隊長。さあ無粋な話はここまでだ。席を変えて新選組の未来について語り明かしませんか。斎藤はじめ君。